快活クラブがあるじゃないですか。あら、あですけど、これはちょっと節電行くのはちょっと無理ね。さすがに無理ね。ああ、すげえな。これさっきあれか、くるくるって回っちゃったとこらへんか。中尾が、これ多分さっきあれしたとこらへんか。この横ぐらいは横切ってったかな。だよね。確かに。うん。わかりにくいと、マックス指定してよろしいんじゃないでしょうか。すげえな。ここら辺だと、だいぶ、路面電車感がそれちゃんと車輪機もあるんで来やすいかも。で、これ左右左折専用レーンになるんで、まっすぐ行って曲がっても行けそうやけど、まあせっかくやからちょっとまっすぐこっちの方行ってみましょうか。これで26号なんでしょうか。はあ、国道26号線の交差点からさっきのが、はあ、が大変ね。ああ、さっきの快活入れなかったのはちょっと悔やまれましてよ。まあまあ快活入ってもいいかなっていう気分になってましたからね。ああ、まあもうちょっと先まで進んでみますか。くら寿司が出てきたで、正直くら寿司でもいいなっていう気分ではやぶさかではないんですよね。くら寿司ちょっとまだ混んでるかな。レイリー入りそうにしたね。下山の方まで出ちゃうかな。コーナー44倍になっとるやん。ふう、まあ、充電しとる間だけ進んでってもいいしね。ちょっとどっか休みたくはあるけど、やっぱ知らない道を走ってるんで神経使いますからね。普段以上に。ミルクまんじゅう
しゃれってすごい。商品名おしゃれってすげえな。瀬山の方に向かっていきますかね。運転難易度はまあまあだけど、こう、そんな寿司屋さんの看板が見えたけど、お、すげえ。そんなところに台車線入ってるときに、なんで右車線の美味しそうなものが見えてくるんだろう。なぜなぜ右車線に入ると左車線に気になる道がやってくるのに、なぜなぜ、また夜か。でもこの問題入れるか。出口専用になったよな。搬入者専用。あれ入り口ねえじゃん。どういうこと？出口専用だね。ダメだね。初見はお断りなのだ。わかんねえから進もう。あと案外さっきからうっすら思ってることを言うと、コンビニがねえ。ない。あ、コンビニ出ないよね。なかなか珍しいあれですね。ロープとか出てきた。焼肉特急。天王寺駅方面向いちゃうと多分駐車場とかもなくなってくるでしょ。このまま狭山の方面向かってって、そっから奈良方面の方にスーッと抜けるやんかな。なんかねえかな。焼肉特急ってすごいな。でも、ランティ780円かな。安いね。へ、え、ぇ、ー。